ライブの音質や音源について話せということなので、ちょっと触れてみたいと思います。ここにはですね、ドラムセットとピアノ、グランドピアノがあります。それからヤマハのボーカルアンプ、ミキサーと全て揃っております。ベースがまだちょっと揃ってないんですが、ベースはベースマンの方に持ち込んでいただいてライブを行っております。よくあるのがですね、非常に音のこもるセッティングをしている店が多いということですね。ひどいところになりますと、狭い店なのにピアノにマイクを入れてアンプで増幅しているというようなお店もかなりあります。それからこの間ちょっと沖縄の方に行ってきたんですが、グランドピアノ大きいのが入ってるんですが、全く音がその店で響かないというような、そのセッティングの悪さというものも時々感じることがあります。ここではですね、全ての楽器の音がダイレクトにお客様に、飛び込むようにですね、セッティングしてあります。またピアノもですね、選ぶときに非常に神経を使いまして、よくピアノはですね、こもった音が出るものが多いんですが、予算の関係とか、もありましたけれど、中古で乾いた木のですね、古いグランドピアノを購入しました。少し弾いた時にですね、非常に澄んだ音が、こもった音がなくて枯れ切った音がしたのでですね、そのピアノにしました。安かったことと音質のいいことで一遍で折れましたですね。ですからそういったピアノはですね、音の抜けもとてもいいので、こもるというようなことがありません。ですから皆さんは生の音を十分に楽しんでいただくことができると思います。ドラムセットもですね、非常に神経を使って、小さいサイズであまりこもらないようなセットにセッティングにしてあります。真ん中にベースが立つわけですが、当然ベースの音の抜けもとても良くてですね、バランスのいい音が聞けるんじゃないかと、ライブに関しては非常に自信を持っております。以上です。